が変わったみたいになって嫌だって言ったのに無理やり。お前だって分かってて来たんだろうってわけじゃないんだし、もうこんなこと誰だってやってるって。それに俺金持ちだから金だったら好きなだけやるなんて言って。やっぱり君か。抜いてなんかいないよ。名前確認できるものあるかなって思っただけだから。お礼に1割って言いたいとこだけど、コーヒー1杯でおまけ、いいよね。やば！もしかして僕、お風呂入ってなかったりして。あ、そう！よかった。そうだよな。信じられるわけないよな。僕ですら信じられないのに。
ありがとう。でもそれだけ。あとは何にも覚えてないや。その名前だって本当に自分の名前なのか自信ないし。うん、きっと彼女は君が必要なのだ。女に冷たくすると後で怖いぞ。うむ、その通り。